おい、あゆな、逆走だ。どう、大丈夫、毒物じゃない？揺らすな、揺らすな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、なんだ、どこに行けばいい？あ、あれかね、ここ落ちんよね、大丈夫か？あ、ここに私が倒れとるってこと？てか、指導ダッシュできんやん、おっそう。おっそう。何あれ、何があるん？なんかよくわからんねえけど。これ私？アイナ、大丈夫か？あれ私？私なのか？ああ、私やな。アイナ、起き上がれ。返事をしろよ。あ、車んとこやん。起きない。なんだよ、これ。血か？血？血なんかついてる？どれ？ははは、アイナ、冗談はよせよ。血なんか出てないよ。おは、ん？起きた起きた。なんだよ、生きてやがったのか。心配かけやがって。なんだその言い方は。生きてちゃダメなのか。何？薬草を作ってくれたぞ。バカ言うな。俺は破壊神なんだぞ。それに今までやったら何でやっても。マジで作るの？ん？指導ならできるだと？ああ、勝ったよ。やればいいんだろ？アイナを助けるんだ。何か、何かないか。どこ？何？どれ？何？何も見えてないよ、私は。あ。また目を閉じたね。とりあえずなんか、あっちの方向に、何かがあるらしい。これなんなん？あの、Y ボタンでさ、なんか、グーが出てないけど、あれは殴るってことかな？あ、もうこんなところに視線がいっぱい。都合よく。え、なにこれ、人工的やん。めっちゃ人工的なんやけど、どうした？鉢植えやん。とりあえず、は。これは、薬の葉ってやつか。あいつならこんな時作業台を使って。作業台もたまたま都合よくあるわけですね。よし、試してみるか。なんこれ、なんか周り何にもないね。薬草。何度も隣で見てきたんだ。アイナはいつもこうやって。ダメか。作れんのかーい。いや、もう一度だ。ん？できるの？作ってみせる。うおー、できる。どうよ。あー、できない。できないんですけど。月照明、やっぱり俺にはものづくりなんて。何？どうすればいいの？ん？いや、まだだ。次こそ絶対に。作る。今度は俺があいつを助ける番だ。うおー。てか、そんなに材料取ってなくない？なーくー。失敗した分は消費されんとかそういう感じ？全然できてないやん。そう、まだだ、まだこれからだ。なんかピカーって光ったよ。指導に五光が。うわー、ちょっとずつビルダーの力が湧いてきよんじゃん。うはははは、面白い。どうしても作らせない気かよ。ふざけやがって。面白いんやけど、によって。頑張るな、指導。作り方が分かっとって爆発するというのはどういうことかね。うい、爆発がでかくなった。なに？そうだ、あいつはいつも面白そうに作ってやがった。俺だっていつもあいつのもの作り面白いと思っていたんだ。笑顔で作り出すか？そういうことではないかな。
そうか、そうだった。ものづくりってやつは楽しくて面白いことだったんだ。大丈夫、なんか何かしら頭のネジが外れたりとか、怖い怖い怖い。はっはっはっは。私いつもそんな頭おかしそうな感じで作りよったん、怖。どうよ、出来上がるこれで。うおーくおーぬー、できるの。めっちゃ時間かかりよるけど、なんかおおおお、はは、え、何できた、どこ、どれ、おお、できとる、はっはっは、できた、できたぜ、すげえ、薬草を手に入れた。破壊神初めてのものづくりやん、やば。めっちゃいい笑顔なんやけど。いいね、いいね。よし、あとはこれをあいつに。さあ、じゃあこれをちょっとお届けに行きますかね。じゃあなんで指導走れんの、ちょっと。走ってよ。今ここで奈落の底に落ちてったらどうしよう。手元が狂い、おっと、危ねえ、本当に落ちていきよった、こーわ。そんなとこ有言実行せんでいいよ、私。さあ、ほら、できたよ。おい、あいな、薬草だ。どう、大丈夫、毒物じゃない。揺らすな、揺らすな。何、寝てるの、もしかして。めっちゃ揺らすやん。お、やっぱ寝よったんかーい。あいな。のんきに伸びなんかしやがって、久しぶりだな、元気だったか。もちろん。お、うん、おい、何怒ってやがるんだ、うん、喧嘩したまんまってこと。何、勝手にさらわれたり別れを言って消えたりするからだと。悪かったな、アイナ。もう勝手なことはしないぜ。だから怒るなよ。その膨れっ面直せよな。いやー、仲良しだな。それでいい。緊張感ない顔の方がお前らしいぜ。黙れ。ムーンブルクで俺も意地になってた。すまなかったな。仲直りのハイタッチは？おお。なに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 ？見ろよ。なんか光よるけど。何か光ったぞ。あそこにバカでかい力があるな。バカでかい力？あれはきっとあの化け物とハウゴンだぜ。化け物って自分やろ。ち、あいつらくだらないことしてるみたいだな。さっさと片付けに行くぞ。その前に渡したいものがある？あー、棍棒ね。はい。これは。お前わざわざ持ってきたのか。バカなやつだな。でも弱くない？大丈夫？だがありがとよ。いえいえ。よし、行くぞ、アイナ。行きましょう。何？どうやって、あー、なるほどね。これで、あの光に突っ込んでいけばいいってことね。でも、まがまがしい光じゃなくて、すごいなんか明るい光なんやけど。さあ、行くか。行きますか。なんだこれ、知らない間にこんな面白いもの作りやがって。今度俺にも運転するよな。破壊しそうだわ。さあ、やってやろうぜ。ハーゴンと化け物をぶっ倒すんだ。さあ、あいつらを倒しに行こうぜ。行くぜー。あの光の中に入ればいいのかな。おお、なんだなんだ。お、おった。お、何あれ、現実の世界、あれもしかして。ほう、生きていたか。なんなんやろ、なんか明るい世界が見えるんやけど、あっこに。地上よね、あれ。指導最悪の厄災破壊神。なんかめっちゃ目光ってない。震えておればよいもの、自ら死にに来るとは末際の者どもだ。別に死にに来たわけじゃないよ。世界が滅ぶ様を見たくはないのか、すべてが消えゆく音を聞きたくはないのか。ハーゴンの小物感半端なくない。やばいよね、あれ。よかろう、
全てが無に帰す前に我が破壊してくれん。いや、私が倒しますから君たちのこと。あ、やめてやめてやめて。え、怖い。普通に怖いんですけど、やめてやめて。破壊神指導を倒せ。破壊神の攻撃をかわしレーザーを打ち込め。上下左右の移動とレーザーあのみ。なるほどね。怖い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 。普通に怖いし、なんかわけがわからん。あ、一応ダメージは受けてないのか、こっちあれ。え、怖い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 、はい。あー、ダメージ受けた。ダメージ受けた、はい。あー、普通に受けた。怖すぎー。はい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 。いや、受けたよ、受けたよ、受けたよ。じゃあやめてやめて。あー、全然。あ、もう何何何何何、腹立つわ。ちょ、待って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 、全然ダメなんだけど。けい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 。うわ、俺に任せろ。何何何何何何、めっちゃびっくりしたんだけど。あ、ここまでしか下がれんのか。いや、怖い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 。ちょ、頑張って指導。ここの指導じゃなくてね。待って、ここまでしかさ、下がれっていうのさ、やってくれるかな。これ下向いては、破壊神指導に引き寄せられている。やめて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 。何、闇のオーラをまとった。あ、ダメージが与えれん。レーザーが効かない。何何何何何何、死ぬ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 って。こいつはやばいぞ、やばすぎるぞ。何、どうだ、これが破壊神様の真の力だ。ハーゴン、貴様はどうして破壊したいんだ。こうして何がしたいんだ。貴様らのようなゴミクズ様に私の考えは分かるまい。ち、悪かったな、ゴミクズで。あ、何、怖い。グハ、お前は弱いんだから下がっとけ。く、こしゃくな。あいな、あのデカブツ、どうやらまだまだ強くなりそうだ。このままじゃまずいぜ。どうにかぶっ倒す方法を考えるんだ。それまで持ちこたえるぞ。持ちこたえれなくね、あと1しかないよ、体力。ほらよ。ありがとう、なに、超助かるんだけど。なんとか持ちこたえるとか言われましてもさ、なになになに、これどうすればいいの。なに、超ダメージ受けてんだけど、死にそう死にそう。え、死ぬでしょこれ。やばい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 。え、耐えれない耐えれない。なに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 、耐えたの。どうだ、そろそろ理解できたか、自分たちの無力さを。ハーゴン、貴様はいいのかよ。世界が滅ぶ、全部なくなるんだぜ。貴様のハーゴン教団も、貴様の教えとやらも何もかも。それは当然のこと。私はすでに死んでいるのだ。肉体も夢も愛も信念も全ては無。貴様らは感じるのか、終わりゆく世界の美しさを、消えゆく天地の神々しさを。肝心は、私は見たい、全てが滅んだ世界を。未練くね。そして私も消える。それこそが我が望み。全然理解できない。形あるものはいつか壊れる運命。創造と破壊はいつも対極にあるもの。貴様らには何もできぬ。貴様らには何も変えられるんだ。俺は見てきた。モンゾーラでもホッカムルでもムーンブルクでも、大樹を作り、バーを作り、城を作り、こいつが何かを作ったから変わったんだ。そして大樹が壊された時、ヘルが石にされた時、大軍が攻めてきた時、みんな変わった。作るのも壊すのも、今ある何かを変えることだ。どっちも同じものだぜ。こしゃくな、黙りおれ。ああ、もうくっ。もはやこれまで、破壊神様のお力で塵になるがよい。くそ、ハーゴンのやつ、亡霊のくせしやがって。アイナ、どうにかあいつらをぶっ倒す方法を考えてくれ。何、どうすればいいの。それまでこいつで持ちこたえるぞ。ありがとう、体力回復、助かるけど、助かるけど、もうなんとか持ちこたえろって言われても無理なんですけど。何あれ、攻撃変わる、ちょっと嫌なんですけど、やめて。いや、ちょ何、何、いつになったら攻撃効くようになるの、超怖いんだけど。何何何何、全然当たらんやん。
となんと上の方とか関係ない。これ以上はやばい。何、どうすればいいの。止まったんだけど、しかもしぶといやつらめ。まだ死ぬ覚悟ができるのか。なぜ歯向かう。なぜ神としての運命に、滅びの運命に従うのだ。くだらない。どうして自分で決めてもいないことに従わなきゃならないんだ。愚か者め、我々を倒してどうする。またあのくだらの世界に戻り、物を作るのか。人間の欲は果てしない。作れば作るほどあれも欲しい、これも欲しいとほざき出す。そして結局は全てが壊れる。ならば最初から作らぬ方が良い。それはそれで面白いじゃないか。壊しても壊されてもまた作る。それが俺たちだ。くが、ハーゴン、素直になれよ。貴様は生きていた時何がしたかったんだ。作りたかったんだろ、全てを壊して自分の理想の世界を。ん、ハーゴン、貴様もこいつと変わらない。貴様はこいつと同じだ。私がビルダーと。そんなはずはない。なあハーゴン、悪くなかったぜ。貴様が作った幻の世界も、貴様がいたから俺はエネスに出会えた。この世界があったから物を作れたんだ。ハーゴン、そろそろお別れだ。次に生まれてくるときはいい仲間に出会えよな。これはハーゴンを先に倒す感じのグガー。仲間、物作り、くだらなすぎてヘドが出る。だが見事神を滅ぼせば認めてやろう。仲間の価値を、ものづくりの尊さを。まあ認めるも何も、もう今君は死んだけどね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。